岸君から誕生日をお祝いしてもらえるなんてとっても嬉しいな。いつもありがとう。ううん、いつも助けてもらってるのは私の方だよ。こちらこそいつもありがとう。岸君からのプレゼント大切にしまっておくね。あ、そっか、食べ物だから取っておくわけにもいかないよね。あ、そうだ、量も多いし、その岸くんも一緒に食べてくれない？いいの？ありがとう、すごく嬉しいな。あの、岸くん？こんにちは。今日呼ばれたのって、私だけなのかな？あ、覚えててくれたんだ。どうしよう。すっごく嬉しいよ。ありがとう。いつも助けてくれる岸くんのおかげだよ。そうだ、もし迷惑じゃなかったらだけど、新しく覚えたレシピを試食してくれないかな？ありがとう。じゃあ腕によりをかけてごちそうするね。岸くんが喜んでくれるのが私には一番のプレゼントだから。で、なんでもない！なんでもないから！それでわざわざ呼んでくれたんだ。ありがとう。とっても嬉しいよ。誕生日デートってことかな。嬉しいけど、どうしたらいいかわからないよ。そうだ、もし迷惑じゃなかったらだけど、新しく覚えたレシピを試食してくれないかな。ありがとう。じゃあ腕によりをかけてごちそうするね。岸くんが喜んでくれるのが私には一番のプレゼントだから。で、なんでもない！なんでもないから！ありがとうって、もしかして今日が私の誕生日だから？お礼を言いたいのは私の方だよ。私のこといつも助けてくれてありがとうね、岸君。そうだ、もし迷惑じゃなかったらだけど、新しく覚えたレシピを試食してくれないかな。ありがとう。じゃあ腕によりをかけてごちそうするね。岸くんが喜んでくれるのが私には一番のプレゼントだから。で、なんでもない！